今年も所得税、私県民税の申告の時期になりました。この後、ご覧の内容で今年の申告の注意点についてお知らせします。今年は新型コロナウイルス感染症が心配という方もいらっしゃると思います。市の申告相談会に行かなくても所得税、私県民税の申告ができる方法があれば教えてください。はい、所得税の申告、確定申告は電子での申告をお勧めします。また私県民税の申告は郵送での申告をお勧めします。税務署では確定申告書の作成、提出について電子申告を推進しています。自宅にいながらパソコンやスマートフォンで確定申告書の作成から提出まで行えますので、とても便利です。国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書を提出には、マイナンバーカード方式、ID パスワード方式、印刷して郵送等で提出の3通りの方法があります。マイナンバーカード方式では、マイナンバーカード、パソコンの場合は IC カードリーダーライター、スマホの場合はマイナンバーカード読み取り対応のスマホがあれば電子で提出できます。 ID パスワード方式では、税務署発行の ID パスワード方式届出完了通知に記載されている ID とパスワードを利用して電子で提出できます。 ID パスワードの発行には税務署での手続きが必要です。印刷して郵送等でも提出できます。ご自宅にプリンターがなければ、コンビニでも有料で印刷できます。印刷した確定申告書と添付書類を封筒に入れ、郵送または税務署窓口に直接提出できます。税務署には夜間ポストもあります。電子申告に関する詳しい情報は、国税庁ホームページの確定申告特集をご覧いただくか、諏訪税務署にお問い合わせください。私県民税の申告は、昨年私県民税申告書を提出された方で、今年も私県民税申告書の提出が必要と思われる方には、私県民税申告書の用紙を2月初旬にご自宅へお送りします。記入例をご確認いただき、ご自宅で収入や控除の内容を申告書に記入し、添付書類とともに返信用封筒で投函いただければ、市の申告会場にお越しいただかなくても私県民税の申告が完了できます。郵送での私県民税申告をご希望の方は、税務課市民税係までお問い合わせください。それでは、市で行う申告相談会について教えてください。はい、今年は新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で申告相談会を開催します。申告相談会ご来場の際は、必ずマスク着用をお願いします。咳や発熱の症状がある場合には、他の来場者の安全を考慮し申告をお断りさせていただきますので、ご了承ください。体調のいい日に改めてお越しください。今年は受付番号札をお取りいただいてから、申告予定時刻に再来場いただくようお願いします。新型コロナウイルス感染症の状況により、申告相談会を中止する場合があります。
所得税・試験民税申告相談会は2月16日火曜日から3月12日金曜日までの平日に開催します。各地区コミュニティセンターで行う申告相談会の日程はご覧の通りです。市役所議会棟で行う申告相談会の日程はご覧の通りです。お住まいの地区の日程でご都合がつかない方は全地区対象の3月9日から12日にご来場ください。市の申告相談会の最終日は3月12日金曜日ですが、所得税の申告期限が1ヶ月延長されたため、税務署では確定申告を4月15日木曜日まで受け付けています。申告が必要な人について教えてください。はい、営業や農業などの事業所得や不動産の賃貸借による私所得がある方は申告が必要になります。また給与の支払額が2000万円を超えている方、公的年金や年末調整済みの給与以外にも収入がある方についても申告が必要です。医療費が多くかかってしまった場合や年末調整で控除が漏れてしまった場合は、申告することで所得税が還付されたり試験民税が減額されることがあります。この他に寄付金の特例申請をしていない場合や年末調整で控除漏れがある場合も同様です。収入がない場合はどうですか？収入がない場合でもどなたからも扶養されていない方は、収入がない旨の試験民税申告をしていただく必要があります。国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの計算に影響がありますので、申告をしてください。申告が必要か不明な場合は税務課までお問い合わせください。年金収入の場合、申告が必要ないと聞いたことがありますが、400万円以下の公的年金の収入だけであれば申告は不要ですが、公的年金以外に生命保険会社などの積立式の年金の受け取りがあったり、シルバー人材センターの配分金がある場合は申告が必要です。また公的年金の収入額が400万円を超える方は確定申告が必要です。また公的年金の源泉徴収票に記載されている社会保険料や扶養控除に漏れがある場合や医療費控除を受ける場合は申告が必要になります。市の申告相談会場でできない申告はありますか？株式や土地の譲渡などご覧の内容の申告は、内容が複雑であったり特別な書類が必要になりますので、市の申告会場では受け付けることができません。税理士へご相談いただくか、諏訪税務署で申告をしてください。相談会場に行くまでにどのような準備が必要でしょうか？書類が足りない場合、正しい申告ができないことがあります。事前に必要な書類の確認をお願いします。源泉徴収票と各種所得の支払い証明書の有無の確認をお願いします。毎年異なる年分の書類をお持ちになられる方がいらっしゃいます。書類の年分についても確認してください。源泉徴収票や各種所得の支払い証明書は
収入額だけでなく、源泉徴収された税額を証明するものでもあります。書類が不足すると、本来受け取れるはずの還付金を受け取れない場合もあります。源泉徴収票や支払い証明をなくしてしまった場合はどうしたらよいでしょうか。発行元に再発行を依頼してください。再発行まで時間がかかる場合もありますので、お早めに依頼してください。営業・農業などの事業収入や不動産収入がある方は、あらかじめ収支内訳書の作成をお願いします。医療費控除明細書についても事前の作成をお願いします。どちらの用紙も市役所税務課の窓口にご用意をしています。作成について不明な点は事前に諏訪税務署もしくは市役所税務課にお問い合わせください。より多くの方の申告をスムーズに受け付けられるように皆様のご協力をお願いします。申告会場への持ち物について教えてください。まずこれからご覧いただく各種所得の証明書類です。源泉徴収されている収入については振込通知ではなく必ず源泉徴収票をお持ちください。源泉徴収票がない場合、還付または納付する所得税額が正しく計算されません。また収支内訳書を作成された方は領収書等の証拠書類も合わせてお持ちください。次に各種控除を証明する書類として社会保険料、生命保険料などの証明書類をお持ちください。国民年金保険料控除を申告される場合も同様に支払い証明書をお持ちください。次にマイナンバーに関する書類についてです。申告書への個人番号確認書類と本人確認書類の提示・確認が必要となりますので、個人番号カードもしくは個人番号通知カードと本人確認書類をお持ちください。扶養親族に関しても番号の記載が必要となりますので、扶養親族の個人番号がわかるものをお持ちください。写しでも構いません。次に利用者識別番号に関する書類についてです。今年から市で作成した確定申告書は紙ではなくデータで税務署へ送信します。そのため利用者識別番号が必要になります。税務署から送られたご覧の書類のいずれか一つをお持ちください。利用者識別番号を取得されていない方は税務署でお手続きいただくか申告会場でお手続きください。その他印鑑、所得税が還付される場合には預金通帳と口座番号が分かるものが必要になります。また前年申告を行った方は前年の申告書類の控えをお持ちください。持ち物について不明な場合は市役所税務課までお問い合わせください。書類の不備がありますと再度ご来場いただく場合があります。合計所得金額が135万円以下の場合、ご覧の控除を適用すると令和3年度の試験民税が非課税になります。年末調整・公的年金での申告がない場合は確定申告または試験民税申告が必要です。障害者控除を受ける場合はどうしたらよいでしょうか。障害者控除の適用を受ける場合にはご覧の書類をお持ちいただく必要があります。障害者控除対象者認定書はお住まいの地区担当の
保健福祉サービスセンターまたは市役所1階の高齢者保健課で発行されますので、ご用意いただいた上で申告会場にお持ちください。令和2年分の申告から新設された一人親控除の条件について教えてください。一人親控除は、婚姻をしていない方または配偶者の精子が明らかでない方のうち扶養している子がいること、合計所得金額が500万円以下であること、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことが条件となります。所得税の控除額は35万円、私県民税の控除額は30万円です。家父控除の条件について教えてください。女性のみが該当し、合計所得金額が500万円以下であること、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、一人親控除に該当しないことが前提条件となります。私別の場合は前提条件のみで対象となり、離別の場合は扶養親族を有していることが追加の条件となります。所得税の控除額は27万円、私県民税の控除額は26万円です。医療費控除について教えてください。医療費控除はご覧の A の金額が10万円を超える方、または令和2年中の合計所得金額の 5% 相当額を超える方が控除の対象となります。控除対象となる医療費は領収日が令和2年中のものです。控除を受けるには医療費控除明細書を作成しお持ちいただく必要があります。医療費控除明細書は健康保険組合等から発行された医療費のお知らせと、それ以外の医療費の領収書の金額をまとめて作成してください。の申告から適用される主な改正点についてお知らせします。令和2年分は大幅な税制改正がありますのでご注意ください。主なものについてご紹介します。青色申告特別控除が55万円に引き下げられます。ただし申告期限内に e-tax による申告をする場合、または電子帳簿の備え付け保存をする場合は引き続き65万円の特別控除が受けられます。合計所得金額が2400万円以下の方の基礎控除の金額が48万円に引き上げられます。また合計所得金額が2400万円を超える方は段階的にご覧の金額に変更となります。基礎控除の増加に伴い、給与所得控除と公的年金と所得控除が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除額については、上限額が適用される収入金額が850万円になるとともに、その上限額が195万円に引き下げられます。新たに所得金額調整控除が創設されました。給与と公的年金の両方の所得がある方は最大10万円、給与収入が850万円を超える方のうち特別障害者に該当する方、23歳未満の扶養親族がいる方、または特別障害者である扶養親族がいる方は最大15万円までご覧の控除を受けることができます。扶養親族の対象となる方の前年の合計所得金額の要件が48万円以下に引き上げられます。また
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の要件が133万円以下に引き上げられます。その他ご覧のような改正点があります。その他にお知らせはありますか？確定申告書の提出に関するお知らせです。昨年に引き続き市役所税務課の窓口での確定申告書の受付および税務署への取り次ぎはいたしませんのでご了承ください。記入済みの確定申告書は郵送または税務署窓口へ直接提出してください。夜間ポストもあります。市で行う申告相談会に関すること、試験民税に関するお問い合わせは税務課市民税係へお問い合わせください。確定申告に関するお問い合わせは諏訪税務署へお願いします。税務署の電話は現在音声案内につながります。案内に従って操作をお願いします。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限りご自宅で申告を済ませていただきますようご協力をよろしくお願いいたします。